飯寿司半寿司、飯寿司は乳酸発酵させて作るなれ寿司の一種。北海道から北陸にかけて多くあるなれ寿司の名称であるが、野菜を入れることが特徴でもあり、かぶら寿司も存在する。このように寒冷な地域で作られることが多いのは、発酵の際に気温が最低1ヶ月以上は氷点下を下回らないと腐敗が発生しやすくなるからである。 北陸以北の日本海側と北海道の寒い地域に集中した分布圏が見られる。語源としては、飯寿司、魚寿司の添加の二つの説がある。使用される魚は、ハタハタ、鮭、ニシン、サンマ、ホッケ、けキキ、きカレーなどが多い。野菜には、キャベツ、大根、にんじん、生姜、きゅうり、玉ねぎ、山椒などが使われる。アケビや 山葡萄など果実を用いたものもある。他の慣れ寿司に比べると漬ける期間は短いために、香りは穏やかで、味は米の甘みがあり、乳酸の酸っぱさも強くない。空気に触れないように発酵させるため、手作りする際には、嫌気性菌である、ボツリヌス中毒に注意が必要である。シェフ佐藤。乳酸菌がたっぷりあけびの慣れ寿司。自然食研究所のブログ。 2018年1月26日閲覧。ありがとうございます。